前回までのあらすじ。薬物中毒のケムクジャラな遭難者と出会った。彼らは段取りが良いか悪いかで全てを判断する異常な価値観を持っていた。だから段取りバトルで分からせてやったのだ。ぬおおはようございますか、おはようございませんか、おはようございます。探索5日目の朝でございますよ。今朝は昨日救出したもじゃもじゃな遭難者を一体どうしようかという会議で始まっております。葉っぱ人っていう単語出てきてくれてよかった。じゃないと今後も薬物中毒者のもじゃもじゃ遭難者って呼ばなきゃいけなかったからね。それでは各種準備を進めて本日も探索の方に向かいたいと思います。いや、葉っぱ人なんでこんな天日干ししてんの。いいじゃん、宇宙船の中で寝かせておいてあげれば。そんなわけで本日も日だまりの庭を探索していきたいと思います。すでに調査は8割以上が済んでいるため、なんとか今日中に全ての探索を終えておきたいところです。おっと、失敬。マナーモードにしていなかったから電話が鳴ってしまったよ。オッチンが泳ぎの練習できるくらい広い風呂がシェパード号の中にあったのかい。しかもちゃんと泳げるようになるって、オッチン偉いね。偉いどころの話じゃないよ。昨晩泳げるようになったばっかりとは思えない犬かきっぷりだよ。天才だろこれ。よし、そうと決まったら早速泳ぎを見せてやれ。行くぞオッチンと思ったけど、ごめん、ここは氷ピクミンの出番だったわ。しかもその先オッチンだけ登れない壁あったわ。ごめん、待ってて。オッチン、オッチンを残して進んだ先にはなんと青ピクミンのオニオンが地面に埋まっているじゃありませんか。さあ氷ピクミンたち、オニオンを掘り出して持って帰るわよ。ってごめん、段取りミスってますね。氷ピクミンが足りないのでちょっと追加で連れてきます。って置いてきぼりにしたオッチンがすごく寂しそうな姿で待ってる。ごめんね、一緒に行くわよ。さあオッチン、お待たせ。青ピクミンのオニオンを運ぶのに君の力が必要な。ちょっと待って、ちょどこ行くねー。さあところどころもたついてしまいましたが、なんとか青ピクミンのオニオンの回収が完了しました。赤、黄色、青のオニオンが合成されてポンポン。さあ生えてきた青ピクミンの目引っこ抜いてやるぜ。ピクミンが溺れる時代は終わりだ。水中だって任せておけ。俺たち青ピクミン、反復横跳びしてる、反復横跳びしてる。青ピクミンの登場だ。皆さんご存知の通り、水に強い青ピクミンと合流することに成功しました。これで水辺の探索がはかどるぜ。まあでもこのステージで水辺探索したいところもうあんまりないし、一匹だけじゃ無力なので、今日は青ピクミンは数を増やすだけで特に出番はございません。高い位置に残されたお宝を回収するために、むしろキーピクミンの方が活躍の場が多くなりました。地上に残されていたお宝を一通り回収したところで、このステージで残されていた最後の一つの洞窟に向かっていきます。さあやってきました、手分けファクトリー。今回の洞窟もさっさと探索を終わらせてしまい、ってあれ、オッチンいなくね。お、オッチーン、てかてか、え、もしかしてオッチン操作できるのかい。操作できる、かわいい。あ、ボタンを押したらコンベアの流れの向き変わるのね。じゃあまずはこうして渡ってもろて、でまたもう一回押して、そんで渡ったら会えたね、オッチン。名犬中犬かわいいオッチン。ちなみにオッチンは突進を使えばコンベアを逆走できるみたいだぞ。さあピクミンを手伝うためにお前の脚力を見せてみろ。あれ、ミスっちゃったのでもうワンテイクいいです。ちょっと下りましたが、さらに洞窟の奥まで探索を進めると、ここで遭難者を発見。さあ果たして今度こそ隊員なんでしょうか。でもどうせ素人なんだろうな。はい、素人でした。これにて手分けファクトリーの探索終了です。さあついにここ日だまりの庭の調査率が 100% に到達しました。これで心置きなく次のステージへ進むことができます。あれ、もしかして残りの時間暇ってこと。結局特にやることはありませんでしたが、なんだかんだ時間を潰しているうちに夕方を迎えました。その言葉、昼間に聞きたかったね。しかしそれでも定時退社は皆の夢。帰ります、お疲れ様でした。
それでは本日5日目の探索結果を報告させていただきます。本日救助したのは動物愛好家1名となります。そしてこちらが回収したお宝の一覧になります。こちらの特急ギャラクシーというお宝、実は機関車トーマスの亡骸です。そして探索中にも表示されていましたが、日だまりの庭の調査率が 100% に到達しました。これで心置きなく次のステージに進むことができます。おいおい、こんな夜中に急に何言っちゃってんの？マレコ、いや、あなたの見ていた段取りバトル、競い合うっていうか、どっちかっていうと一方的な暴力でしたよね。ぬおはようございます。探索6日目の朝ですが、もう一回寝ます。おやすみなさーい。ダメかな。さて、昨日救出したこの動物愛好家の話を聞いてやろうじゃないか。って何？生物図鑑とか見れるの？お、いいじゃんいいじゃん、プレイヤーが喜ぶ機能じゃん。って、君は大判焼きだったんだね。この図鑑の中ではピクピク人参を投げ入れるなどして原生生物の反応を楽しむこともできるみたいだぞ。いいね、楽しいね。ピクピク人参だけじゃなくて、こうやって爆弾とかも投げ入れたりできるんだ。うおー、え、何？図鑑の中だけどなんかかわいそう。いや、でもこんな機能見たら好奇心湧いちゃうよね。こうやって一気に爆弾を原生生物に投げ込んだらどうなるかなーって。うわー、いくら図鑑の中だからってやっていいことと悪いことがあるなーって思いました。ついに新ステージに突入。テーマパークに来たみたいだぜ。テンション上がるなー。って、またケムクジャラのオリマーいるじゃん。しょうがないな、また相手になってやるぜ。次回、花吹雪の楽園。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録してくれ、高評価もしてくれ。